はい、どうも、社畜です。本日もあつ森実況をやっていきましょう。で、具体的には離島ガチャを本日はしていこうと思っておりまして、実はね、離島ガチャ初めてやるんですよ。まあ、離島ガチャ以前に離島に住民がいるっていう状況にまだね、出くわしたことが厳密にはないんですよね。だからね、今回ガチで初なんですよ。今まではね、アミーボカードで呼び出してたから、そもそも離島ガチャをする必要がなかったんですよね。ただね、最近流行ってるということで、自分もね、流行に乗ってやってみようかなと思います。いや、離島ガチャ面白いもんね。さあ、そういったところでやっていきましょうか。いやー、だけど初めてだからちょっと緊張するね。さあ、マイル旅行券を使っていきましょう。あ、ちなみになんですが、マイル旅行券は200個用意していますね。だから最大200連までできるのかな。まあ今回は、何回目まで動画にするか分かりませんが、とりあえずね、行けるところまで行きたいと思います。さあ、セーブしています。電源ボタンに触らないでくださいということで。いや、久しぶりに離島行くね。どれぐらいぶりだろう。多分行くの2ヶ月ぶりぐらいかな。まあそれぐらいぶりに行くわけなんですが、さあ、久しぶりの離島を楽しんでいきましょうか。はい、到着いたしました。ではですね、離島の方を見ていきましょうか。いや、ガチでね、離島初心者だから、そもそも離島にどういった地形があるのかっていうところもあまりね、まだ分かってないんですよ。だからね、逆に言うと新鮮な気持ちで見れる。誰お前誰だちょっと待って、コアラのキャラクター、なんかユーカリちゃんと被るね。おほほー、なんか焚き火があるんだ。キャンプしてんの君。ん、メルボルンさん。ああ、こちらこそ、はじめまして。いやー、なんか、ね、初めて会う方が、まあ、メルボルンさんということでね。まあ、別に、うちの島に勧誘するわけじゃないんですが、ちょっとなんか、ここのワンシーンは思い出になりますよね。離島で、初めて動物と会ったみたいな。いやー、けど、何事も、初めてって、心に残るよね。ちなみになんですが、離島ガチャということで、具体的にどの動物を狙っているのかっていうのを皆さんね、気になってると思うんですが、僕はね、あえて決めてません。まあ、離島ガチャをしていく過程で、いい動物だな、まあいい動物っていう言い方は語弊がありますね。うちの島に合いそうな、まあそういった動物をね、まあリクルーティングね、していこうと思ってます。だからまあ感覚的な問題かな。だからまあ現時点でこいつを狙っているっていうものはありません。まあ、うん、実際にこうやって話してみて、まあ、触れ合ってみて、こいついいなと思ったら、まあ、スカウトしようと思いますね。だからまあ最大で200連できるわけなんですが、もしかすると200連せずに終わる可能性がありますね。まあ、もしかするとっていうかそれまでに終わるか。ただですね、一つ厳しいことがございまして、それが何なのかというと、離島ガチャで1匹しか勧誘することがね、できないんですよ、今のところ。なんでかというと、1匹しか枠がないからさ。いやー、これかなり難しいよな。めっちゃ難しいわ、1匹って。まあ、2匹とか3匹なら、まあ、心に、まあ、余裕があるというか、まあ、選びやすいんですが、1匹って相当難しくないか。失敗できないからね。はい、まあそういったところでやっていきましょうか。で、メルボルンちゃんは、まあうちの島に呼ばないことは確定なので、もうこのまま帰っちゃっていいかな。いや、それにしてもこれ竹島かな？なんか噂に聞いた。全然なんか離島行かないから知らないんだけどさ。はい、ってことで、ウホウホ島に帰ってきました。で、再び、マイル旅行券を使って離島に行きたいと思います。はい、ってことで、着きましたね。さあ、誰がいるのかな。めっちゃ楽しみだね。さあ、どこだ。お、なんかめちゃくちゃ梨畑が広がってるね。で、なんか今チラッと見えたな。なんか馬みたいなキャラが見えたね。うわあ、馬キャラか。何君。あ、ドサコって言うんだ。ごめん、俺住民の名前全然知らないんだよね。まあ私以外にもこの島へ旅行に来られた方いらっしゃったんですね。まあ旅行、まあ一応厳密にはこれ旅行か。私はドサコって言うんですよ。へえ、いいね。そしてピンク色の馬か。めっちゃ珍しいな。なかなかいないよね、ピンク色の馬って。
はい、ということで3回目やってきましたね。さあ次は誰かな。おなんかいるね。しかもなんだこの地形、渦巻き型か。よし、高飛び棒で越えていこうぜ。ほうほう、すごいね。なんかラスボスみたいな雰囲気漂ってるね。何これ、バトラちゃんで合ってる。これパトラかバトラか見えねえわ。ちょっと画面が小さすぎて。こんなとこで誰かに会えるなんて運命感じちゃう。それなえらいすごいところにいるね君。あんたも別の島から遊びに来たんでしょう。その通りよ。ただねこの子はうちの島にはちょっと合わないかな。まあ悪くはないんだけどね、キャラ的には。でせっかく離島に来たので釣りでもしていくか。こいつはなんだろうね、ブラックバスかな。大きさ的に多分そんな感じ。おい失敗してんじゃねえか。おいしっかりしろ社畜、頼むぜ。はい、ということで4回目来ましたね。さあどんどん走っていこうぜ。次は誰かな、なんか楽しみ。うわお前まさか、お前まさか 100% じゃねえか。うわーかわいいね。え待って、普通にさ 100% うちの島に欲しいんだけど。え待って、早すぎだって出るの。いやそこをさ160回目ぐらいで出てほしいよね。えだってまだこれ4回目だよ。うわーちょめっちゃ勧誘したいな、むっちゃ勧誘したいんだけどさ、さすがにちょっと4回目で勧誘は出落ち感が半端ないから、もう我慢するか。まああと、まあ、200回近くやるわけだから、その中でまた 100% 出る可能性ありますからね。よし仕方ねえな、2回目 100% 引いたら 100% を勧誘しようと思います。いや1回目はもう諦めるか。うわーマジで欲しかったな、悲しい。まあ仕方ねえな。てか服装かわいいね 100%。 へえ相変わらずだね。 100% 待っとけよ、多分100回超えたあたりでもう1回出すわ。さあそういったところで仕方ないから戻りましょうか。で口癖はみかんなのか。おお相変わらずやな、なんか飛び物の時と変わってないなと思って少し安心しましたね。さあそういったところで帰っていきましょう。てか間違えたわ。なんで釣りしてんだ。高飛び棒やな。さあ到着しましたね。では早速動物のところに行きましょうか。で今回は誰かな、めっちゃ楽しみだね。で右の方に行くべきか。あなんか特殊な地形してるね、めっちゃでかいな池が。うわお前まさか、おめえまさかアセロラじゃねえか。おー結構かわいいね。なんかさ俺の引き良くないか。めっちゃ普通にさうちの島に欲しいんだけど 100% もアセロラも。うわーなんか序盤にねお目当ての動物たち来るね。ヤッホー、はじめまして、あたいアセロラ。おーかわいい。いやーもうね今すぐにでもうちの島に来てほしいぐらいだよ。まあさすがにねここで勧誘するわけにはいかないから、まあ今回ねスルーさせていただきますが、まあ2回目引いたらねアセロラも 100% も、まあ、勧誘しようかなと思いますね。さあそんな感じでまたまた島に戻っていきましょうか。はい、ってことでまたまた新たな島に到着いたしました。ではですね見ていきましょうか。で今度はどうやら針葉樹の島かなこれ。めっちゃ針葉樹生えてるね。さあ誰だろう、なんか緊張してくるね。行くまでがめっちゃ緊張するわ。うん、では見に行く、運命の瞬間ですよ。でどこにおるんだろう。おっほほほほ、なんかわあひげがすごいね。え君何歳な、え何歳、ちょっと年齢教えてほしいね。え予想、あー48歳。いやけどそんぐらいだよね多分。これはなかなかパンチ効いてるね。まあとりあえず話しかけていくか。うわってかどこ見てんの君。いや俺いるんだからさ俺の方向いてほしいよね。
お、ひょっとしてお前もこの島に武者修行に来たのか。いや武者修行はまあ来てないけど、てか待って、服装何それ。ちょっと待って、おい、なんか陸上選手みたいな服装してないかこれ。まあ陸上が好きなのかどうかちょっと知らないんですが、まあ確かにねスポーツ系な雰囲気が漂ってるよね。まあ喋り方といいキャラといい、あけどこういうキャラはねうちの島にいてもまあ全然いい気がする。むしろね来てほしいね、こういう濃いキャラは。ただねさっきから言ってると思うんですが、さすがに離島ガチャ初めてまだね数十分しか経ってないから、ここで勧誘するのはちょっと厳しいね。あとさ離島ガチャしてて思ったんですが、まあ確かに可愛い動物たちを勧誘するっていうのはまあもちろんねいいと思うんですが、僕はねどちらかというとうちの島に合う動物たちを勧誘したいね。やっぱパンチの効いてるキャラ、今のキャラいいよね。はい、まあそういったところでね本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録されてない方がいらっしゃいましたら、ぜひねチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。